バルセロナの港にはたくさんのヨットが停泊し、さんさんとあふれんばかりの陽光に人々はのんびりと日向ぼっこの優雅な一日。この街を訪れる人々はのんびりゆったりと流れるスローな時間を楽しんでいるようです。ヨーロッパでも有数の交易の要となる港には今日も大きな客船がたくさん泊まっています。ポルトベルトはバルセロナの古い港につけられた愛称で、おしゃれなウォーターフロントとして市民の憩いの場になっています。渡り廊下のランブラデマールは可動橋で、船の出入り時にはちょっと待たされますが、そんな時は辺りの景色を楽しみましょう。スペインの英雄かのコロンブスもこの港から大冒険の旅へと旅立っていったのです。ランブラス通りが港に突き当たる場所にはポルタル・デ・ラ・バウ広場があり、その中心にコロンブスの塔が立っています。クリストファー・コロンブスはスペイン語読みだとクリストーバル・コロン、イタリア・ジェノバの生まれですが、この塔は1888年バルセロナ万博の際、コロンブスの偉業を称えるために建てられたといいます。コロンブスのパトロンとして多額の冒険資金を援助したスペイン王室との密接な関係をうかがい知ることができます。ここバルセロナで最も有名な建物が、港から車でおよそ15分、新市街の中心に立つこの建物です。天才建築家アントニー・ガウディが設計し、百数十年経っても未だ作り続けられている未完の大聖堂、サグラダ・ファミリア聖家族食材協会。日に1万人以上もの観光客を集めるバルセロナ一の観光スポットで、100メートルほどの高さの4本の塔が並ぶ東側を向いて立つ聖誕のファサードはユネスコの世界遺産にも登録されています。ほとんど直線のない奇妙な造形のサグラダ・ファミリアは、建物全体に無数の彫刻が刻まれています。聖誕のファサードはイエス・キリストの誕生の喜びを表しています。生まれたばかりの赤ん坊イエスと抱きかかえる聖母マリア、後ろから見守っている聖ヨゼフ、この教会はそんな聖家族3人サグラダ・ファミリアに捧げられたものなのです。イエスの誕生を祝ってラッパを吹くもの、歓喜の歌を奏でる天使たち、これらの彫刻は皆聖書に描かれたイエスの物語を分かりやすく目で見て感じられるように作られています。一日中見ていても飽きることのない大聖堂建築、やっぱりガウディは天才ですね。バルセロナで一番の目抜き通り、グラシア大通り。高級ブランドショップやおしゃれなファッションショップが立ち並ぶこの通りには、19世紀後半から20世紀初頭にかけて産業革命で莫大な富を築いたブルジョワたちの屋敷だったビルも軒を連ねています。当時モデルニズモと呼ばれたそれらの建築はスペイン版アールヌーボーとも呼べるもので、美しい曲線や華やかな彫刻、華麗な鍛鉄細工などが今でも道行く人々の目を楽しませてくれています。美しい女神や龍太寺で有名なカタルーニャの守護聖人
サンジョルディの彫刻がファサードを彩るカサ・アマトリエールです。この建物はガウディと同時代の建築家ジュゼップ・プーチ・イ・カダファルクの作品です。動物をモチーフにして当時の人気職業を表した彫刻やカタルーニャの人々に人気のある竜をかたどったロビー照明など、こちらも見どころがたくさん。建物の中にちょっと足を踏み入れるとお店の入り口のステンドグラスや階段室の天井につけられた華麗なステンドグラスを見ることができます。ウィンドウショッピングがてら、のんびりとモデルニズモ建築の素晴らしさを堪能するのもグラシア大通りの楽しみの一つですね。バルセロナの中心街グラシア大通り、ここにカタルーニャが生んだ天才建築家アントニー・ガウディが作った世界遺産建築が建っています。バルセロナの輝く地中海をイメージして作られたとも言われるカサミラの外壁はモンセラットで切り出された巨石を幾重にも重ねて寄せては返す波のごとく流動的、立体的に仕上げた作りになっています。入り口の門にはガウディがデザインしたという海面の気泡のような形の鉄柵がつけられています。当時は馬車や走り始めたばかりの自動車がここを通って1階ロビーに乗りつけたのでしょう。ロビーの天井には水彩画のような淡い色使いで花畑の絵やキリスト教の滞在を表すという絵が描かれています。室内の天井にまで抽象的、立体的アートが盛り込まれたカサミラは時間の経過とともに移りゆく光と影が織りなす異なる表情が楽しめます。屋上に作られた排気用の煙突や出口はさながら古代ローマ兵の鎧兜姿を彷彿とさせる愛嬌のある作りで、アーチの向こうには建築中の大聖堂サグラダ・ファミリアの姿も望めます。ガウディ独特の感性が凝縮された建物と言えるでしょう。バルセロナ市民憩いの場で最も人気のスポットが新市街の高台にあるグエルパークです。波状のベンチに腰掛け仲のいい人たちとおしゃべりに明け暮れるバルセロナの人々。この公園もカタルーニャが生んだ孤高の建築家アントニー・ガウディの遺産です。破砕タイルでカラフルに彩られた波状のベンチは建築コストを抑えるためにいらなくなった食器や建築資材などを砕いて芸術的に美しく貼り付けられています。花柄や蝶々、宗教的な絵など様々な模様をじっくりと見て歩くのも楽しいひとときです。ところどころ聖母マリアに捧げられた祈りの言葉などが彫り込まれていて、敬虔なクリスチャンだったガウディの思いを読み取ることもできます。ユネスコの世界文化遺産にも登録されたグエルパークはガウディがパトロンエウセビ・グエルのために設計した分譲住宅地でしたが、作られた当時のこの地はバルセロナ中心街から遠く離れていたためあまり売れなかったといいます。現在はバルセロナの街も拡大し交通の便も良くなったため、
日に数千人もの観光客や市民が集う人気スポットとなっています。ブエルパークはガウディの遊び心が花開いた作品として、世界中からの観光客やバルセロナ市民にいつまでも愛されていくことでしょう。世界遺産グエルパークは、正面ゲートを入ると階段の中央に噴水が噴き出し、カラフルなトカゲの口から水が滴り落ちてきます。このトカゲの彫刻、カメレオンのようにも見えますが、ガウディは竜、ドラゴンをイメージして作ったと言われています。ドラゴンの下には犬のような彫刻も作られています。波状ベンチのある広場を支える巨大列柱広場は、市場を開くためのスペースとして作られたといいます。天井にはガウディのアシスタントであるジュゼップ・マリア・ジュジョールが制作したという鮮やかな色彩の破砕タイルで作られたモニュメントが取り付けられています。抽象的なデザインを得意とするジュジョールの素晴らしい才能が見て取れます。他にも広大な敷地には様々な造形物が作られており、一日見て歩いても飽きることはありません。波をイメージして作られた回廊は、バルセロナの暑い日差しを避けるための日陰を作り出し、柱の中にはこんな遊び心が込められた部分もあります。これは頭の上にカゴを乗せた洗濯女性を描いています。柱ごとに素材の色を生かした微妙な色彩の変化がつけられているあたりも、ガウディならではの手法です。旧市街の中心、サンジャウマ広場にはカタルーニャ自治政府庁の建物があり、ここにもカタルーニャの守護聖人サンジョルディの竜退治の像などが建てられています。広場を挟んだ向かい側にはバルセロナ市役所の建物が建っています。石畳の続く旧市街を南西に下ると、ビルに囲まれた中庭にレイアール広場があります。広場にはところどころヤシやシュロの木が植えられ、その中心には噴水が作られています。この広場に作られた街灯こそ、カタルーニャが生んだ孤高の天才建築家アントニー・ガウディが最初に手掛けた作品です。バルセロナ建築学校在学中に、ガウディは市の依頼を受けて街灯を2つ作りました。6つのランプが樹木の枝のように交錯するオーソドックスな形ですが、蛇が絡みつく柱や和紙をデザインに取り入れた鉄兜の傘など、自然や動物をデザインに取り入れているあたり、後の作品にも生かされているガウディの特徴を見て取ることができます。ガウディが自然界をお手本として建築デザインを発想していたことがよくわかりますね。